ちは。こんにちは、豊さん。はい、つかぬことをお伺いしますが、まあ、よく多いね最近伺うことが、はい、パ・リーグの豊さんの優勝予想はどこでしたっけ。セーブだですよね。何が。いやいや、出だし良かったんですよ。本当だ。いや、すごいなと。ピッチャーは無双だし。そうだな。で、打率もね、みんな良かったし、はい、まあまあな。そうなんです。で、現在4月17日時点、はい、なんと西武最下位になってしまいました。はい、で、連敗中というところで、はい、もしかしてこの動画が、ね、出てるときは連敗ストップになってるかもしれませんが、最後に勝ったのが4月7日エスコンで、あの1対11で大量で勝った、はい、との後から連敗、ロッテに 5-0、 ロッテに3-2で、そこからソフトバンクに 2-1 で、11対2、4対1で、ロッテに4対3ということで連敗中ただいま。まあ、ピッチャーはやっぱ相変わらずいいよね。そうなんです。でも接戦になると中継ぎがな、まあ、特に7回投げる、はい、まあ、そういうピッチャーに負担がかかってきてるよな。そうなんです。で、あのチーム防御率もパ・リーグ6チームの中で 2.41、 これは 2.19 のソフトバンクに次ぐ2位です。打率が 2.17、 これはまあワーストなんですけれども、うん、まさに中継ぎ陣、ちょっと救援陣が打たれていて、シーズンを通して5回救援で失敗していると。そうだな。はい、増田投手に始まり、あとは甲斐野投手、アブレイユ投手、糸川投手、あと豆田投手というところで、これもワーストの記録。本田もやられてるし。そうなんですよね。なのでやっぱエース級のピッチャー、平投手が投げても勝てない、高橋光成投手が投げても勝てない、今井投手が投げても勝てない、で隅田投手はね、ちょっとあの食らった場面もありましたけれども、ホームランで隅田投手も勝てない、竹内投手も勝てないというところで、価値が全くない。で、松本投手も勝てなかったという。まあ、やっぱり打つことだよな。打つこと、まあ、打たない限りは点が取れないとやっぱ絶対勝てないよね。0点じゃ勝てないからさ、はい、だから、まあ、そういう意味ではやっぱこう打順の組み方っていうのがね、はい、一つのポイントなのかなっていう感じはするけどもね。あ、まずその救援というところでは、はい、特に立て直しとかそこっていうのはまず、いや、だから1にも2にもやっぱ打てたら、うん、あ、カバーそこ で、まあ、例えば1点差で来るか3点差で来るかでは、やっぱ精神的なその、ね、余裕っていうのは違うよ。そうか。だからいつもいつも1点とか、はい、同点で来ちゃったとか、はい、まあ、そういうプレッシャーのある場面でそれでもやらなきゃいけないんだけども、うん、やっぱその負担を軽くするには、はい、やっぱ点差だよね。ということはやっぱり打の方が、やっぱ打たなきゃいけないということだよ。あ、そうなんです、ね、だから、まあ、ほとんど打ててないというかさ、はい、まあ、打つことに苦労してるというね、うん、まあ、そういうところがあるから、はい、まあ、それとやっぱ守備に、守備がやっぱこうパ・リーグで、まあ、一番多いというかね、はい、まあ、そういう時もあったし、うん、だからそれが守備が失点に直結するとかさ、はい、まあ、そういうこともあったから、うん、だからなかなかやっぱこううまい具合にいかない。でもそれは1にも2にも打てないっていうことだよね。その好調な出だしだった開幕から1週目、2週目ぐらいまでは、うん、あの、あ、今年打つ方もいいんじゃないかっていうふうに打率も良かったんですけど、と思ったけどな、徐々にやっぱ下がっていってしまってるというところで、まあ、ピッチャーは確かにいいよ。ピッチャーは、もう各球団ともいいよね、はい、だから、まあ、西武は特別にいいんだけども、うん、各球団もそこそこやっぱいいよ。そうですよね、うん、だから、まあ、そういう面ではこう打てないっていうのはある種納得はしなきゃいけないのかもわからないけども、うん、でもやりようはあるな。やりようまだね、うん、まあ、打順の組み方だよな。だけ結局松井稼頭央監督もやっぱりその打線なかなか打てなくなってくると、やっぱり固定ではなくて打順入れ替えたりとか新しい人と入れ替えてみたりとか、そうだね、いろいろ試行錯誤はしてるんですけれども、豊さん的に考えるこの打線でちょっと固定していってみようみたいな打順で、まずね、はい、考え方の基本として、うん、1番バッタータイプ、うん、2番バッタータイプ、はい、3番バッタータイプで、タイプで選ばないということで、あ、はい、打てればいいわけでしょ。もちろんです。そしたらもう単純に考えて打てる人を多く回したいよね。そうですね、確かに。だから西武で言えば攻撃ってたった9イニングしかないのかっていう感覚だと思うんだよ、はい、打てるところって9イニングもいらないよ、7イニングでいいよみたいな、うん、攻撃はみたいな、うん、そういうところもあるだろうし、はい、ゲームで、うん、これはあの日本一を決めるようなゲームで、はい、野球のね、うん、
これが1番から打てるメンバーがずらっと並ぶんだよ、はい、これなぜかというと5イニングしかないから、あ、超攻撃型で回ってくる、普通に攻撃を組んでたら2回しか回らないって言ったらもったいなくない？はい、もったいないです。そしたら3回回そうと思って打順って打てる人から並べるんだよ、はい、ゲームではね、うん、これはすごく画期的な発想だなと思って、うんうん、まあ、まあアマチュアの人なんだけど、はい、だからやっぱそういう考え方するかと思って、うん、だから結局その打てないところ常識にとらわれないということで固定観念を取っ払っちゃう、うん、まあ、そしたらもう打てる順番から、はい、打率のいい順番からもう並べちゃうみたいな、そう、本来は打てるっていうとクリーンナップまで持っていきたいところを一番からもう打率のいい人を並べていっちゃう、うん、じゃあいっちゃう、なるほど。ということはじゃあ豊さん的にまず西武の1番バッター理想は、だからまあ、まあ、理想とかないんだよ、はい、だからまあ1番外崎、まあ、打率いいですもんね、打率はまあ西武の中ではいいよ、そうですね、まあ、あの一時期よりかはちょっと今2割3分7厘と下がってきてはいますが今3番を打ってるんですよね、まあ、そうだね、まあ、1番外崎、はい、1番で2番源田、源田もちょっとずつ上がってきてる、ね、上がってきてます、そうです、はい、上がってきます、今265ですね、はい、はい、で3番にそのホームラン、うん、を期待できる中村 DH、 あ、 DH でおかわり君を入れる、入れる、はい、で4番にアギラ、あ、アギラ打率263、そうでしょ、上がってきてる、ね、上がってきます、はい、はい、で5番に、うん、まあまあ勝負強い、はい、佐藤、あ、佐藤雄星選手ですね、はい、佐藤選手もいいですからね、はい、2割5分ぐらいでしょ、はい、で6番に山村、お、山村選手、はい、今3割、はい、頑張ってるよね、はい、ジャストです、はい、で7番に岸センター、はい、出てきましたね、今年、はい、2割5分ぐらいでしょ、はい、で8番古賀キャッチャー、はい、これが2割7分ぐらいやってる、2割7分8厘です、はいはい、で9番意外性の長谷川、あ、長谷川選手2割5分です、はい、現在、お、もうこれはもう本当、いや、そしたらこの9人のチーム打率って2割5分ぐらいある、うん、平均して、そうですね、そうでしょ、うん、そしたら4回に1回は出るんだよ、うん、だからフォアボールが1つ絡めば1、2塁は作れるという、確かにそうです、そこでタイムリーが出たら1点取れるし、長打が出たら2点取れる、うん、もう打てる人を並べる、もうね、タイプはいらない、うん、1番タイプ、2番タイプみたいな、4番タイプみたいなのはいらない、はい、だからその固定観念を取っ払っちゃった方が俺はいいと、これやっぱ西武に関してはっていうことですか、まあ、そう、もちろんそう、うんうん、だって阪神はさ、敵対敵所にいるもん、一番タイプ近本、はい、打てる、はい、そのままでいいでしょ、そうですね、あの2番中野、うん、4番大山、うん、5番手でソフトバンクもいるよね、いますね、一番タイプ、はい、誰、シュートだろう、だハマっていくじゃんでもそういうハマらないから、はい、ハマらないから西武はそういう固定観念にとらわれることなく、うん、やった方がいい、打率が高い人、はい、今状態がいい人から並べていった方が、うん、それを9回の中で4回回すのか5回回すのか、うん、それによって得点能力っていうのは可能性としたら広がっていくということ、うん、でもこの打率の順に並べていくと、この打率の順という意味では例えば金子選手が外れてしまったりとか、はい、でもまあまあ勝負の世界だから、いや、だからもう1割台というよりみんな並べたのは2割5分ぐらいの選手だから、はい、それは1割台と話にならない、うん、だって1割って率が出てるんでしょ、はい、10回に1回しか出ないんだよ、はい、それ効率悪いですね、悪いでしょ、はい、その選手をやっぱ使うか使わないかっていうのは大きな問題になってくるよね、はい、まあ、それだったら金子っていうのは足の能力も守備の能力も高いものがある、うん、ただ打つことに苦しんでるわけだね、はい、いや、そしたらやっぱスタートっていうのはやっぱ点を取らなきゃいけないわけだから、うん、だからまあそこら辺でのその率のいい人が並ん で、うん、で勝負どころに同点で誰か出た、いや、ダイソー金子、はい、まあ、そういうのでも全然いいよね、そうですね、だからそういうふうにやっていかないと、うん、いつまでたってもタイプで選んでるとね、うん、やっぱ苦しむだろうなと思うけどね、そうですよね、で低得点ロースコアのままいってどうしても中継ぎに負担かかって逆転されてしまうっていう、まあ、そういう可能性は高いよね、まあ、それまでにもうちょっと得点を取っておけば、なんかその、あのね、これはね、先発ピッチャーがいいだけに、うん、相手のベンチっていうのは選手も含めて、うん、変えてくれたらラッキーと思うんだよ、うん、思いますね、だって先発以上のピッチャーが出てくるんだったら、ああ逃げられちゃったと思うけど、はい、先発ピッチャーより少し力が落ちるピッチャーが、あ、変えてくれたって思うとさ、うん、それはやっぱりここ勝負だなと思うもんね、はい、
だから非常にあの西武の中継ぎっていうのは辛いっていうか重いよね。確かに、まあ、8回9回になってくるとさ、うん、またちょっと違ってくるんだけども、はい、様相はね、うん、だけど、まあ、7回を投げるとか5回何分の何っていう風になってくると、うん、先発ピッチャーが早く降りちゃうと8回9回につなぐまでちょっと語るさはあるかもね、うん、そうですよね、うん、ただね、アキラ良かったんですけどコルデロがねやっぱりちょっと率も下がっちゃって外されたりとか、ちょっと守備がな守備も空振りしてるからねそうですね、あれはちょっとあれだけど、まあもしあれだったら DH でね、うん、あの使うとかもう DH 固定でね、はい、まあ、そういうふうにやっていくしかないかなっていうふうには思うけどね。そうですね、あとはあの西川選手もね良かったりした時もあったので、うん、なんかそのあたり率をねもうちょっとまた上げてだからこれが今パッと組んだけども、うん、それはまあもう単純に率を見たから率をっていうことです、ね、そうそう、だから西川があれば入ってくるよ、うん、あね、率が誰かが下がれば、あ、そうですね、だからもうとにかく打てる人優先だから、うん、そう、明快ですよね。明快でしょ。いや、でもそれしかないよ。いや、それで、まあ、エラーをする、はい、もうこれはもうしょうがないから、うんうん、まあ、エラーをしようと思ってやってるわけじゃないしね、はい、これはもう目つぶるしかない、うん、ないことを祈るしかない。そうです。で、勝ってたら守備固めを入れていけばいいわけだ。はい、確かにそうですよね。勝ってる時はそこに当てはめていけばいい、うん、とにかく率のいい人からどん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 並べていった方が、俺はね、うん、そして多く回した方がいいと思う。そうですよね、うん、その方が得点の、ね、確率っていうのも上がっていきますからね、はい、まあ、現在は6勝9敗ということで、まあ、借金が3、ただこれもまたねポンポンと連勝すればすぐにまた上に、いや、こんなチームじゃないから、うん、じゃあ俺は信じてるけどねそうですよね、まあ、こんなチームじゃない、確かに、まあね、ここからちょっとね一区切りの交流戦までどのぐらい貯金を作れるか、西武がどのぐらいのね貯金作って上まで行けてるかっていうのもちょっと、まあ、まあ 楽しみですけど、とにかくじゃあ豊さん的にまずは率のいい選手から一番で、ね、並べてみる、だから固定観念取っ払っちゃった方がいいかも、ね、松井稼頭央監督もいろいろね悩んだりとか考えたりっていうのはあるんでしょうけれども、そりゃそうだな、まあそれは絶対考えてるし深くね、うん、コーチとも話してるだろうし、だけど単純に考えると、うん、やっぱり打率のいい人間を多く回してあげた方がいいということだ。なるほど。ずっと預かってると見えなくなる時あるんだよ、どうしていいかとか、はい、でね、負けると批判があるでしょ、はい、絶対に、うん、で SNS とかもそうだし、うん、だけどそういうのに惑わされないで、うん、ね、やってもらったらいいと思う。やってもらわなきゃ困る、大胆に。もう批判は浴びる、でも最終的には笑いに変えてやるみたいなさそうですね、そのぐらいのつもりでやってほしいなと思うね。そうですね、はい。